ペガサボード2010ナス FC 賞。この乳製品セット今腕にずっしりときてます本当に素晴らしい賞だったんですけども、この賞を、誰よりも手にしたいと言っていたこの矢口真理が、今日は残念ながらどうしてもお腹が痛いということで来れなかったんですけども、きっとどっかで喜んでると思います。本当に今日はありがとうございました。グランプリの中に入ってます。ありがとうございます。すごいじゃないですか。でも作品見たら結構本当にクオリティ高いですね。ちょっと待って、死んでる死んでる人でしょ完全私はい、というわけで、菅野ひとりさん、はい、ちょっと残念でしたね。すごい残念です、ねえ、はい、ちょっとすみません、いただいちゃいました。おめでとうございますなんかクワガタがフォーナシ元気なくなってくるよみんな作ってたんだけど、何も取れなかった。でもおいでおいでおいで、あ、クワガタに主役です。主役の男の子だ。息子さん、ちょっと賞は残念だったね、取れなかった。次は相当気合い入れてまたぜひ参加していただいて、はい、作りますね。同じ一人同士頑張りましょうよ。はい、頑張ります。はい、どうもお疲れ様でした。すごいですね、お名前で。ありがとうございます。本当に運命的な感じ。どうにか取ったぞ。死んでないっす、いるでしょ。いやいや、しわしわ出てきたみたいな感じじゃないでしょ。というわけで、あの家何なんですかね。家、いや家じゃないですよ。あれやめてよ、これかかけて。これかっていうかね、いや誰よりも参加したかったろうなと思ってせめて写真だけ。いや行きたかったですけど、でもすごいですね。はいはい、ものすごいクオリティが高くて、はい、正直僕はもうあそこに行くまではグランプリ確実だと思ってたんですよ。はいはいはい、ちょっと入った時にこれグランプリ難しいなっていう雰囲気だったのね、うん、だからああいうグランプリじゃないけど賞をもらったっていうのは、うん、フィルムコミッション賞、はい、これは十分万歳してもいいぐらい
他の作品が本当に良かったの。はいはい。というのもね、いやすごい嬉しい。もっとレベル低いと思ってたから、あ正直言うと、はい、というのも前なんか矢口人なんとかとかっていう番組なんとかって矢口一人、あそう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 、それでその映画祭みたいなのやってたんだけど、はいはい、そこのクオリティのイメージだったの。まああれはうちが募集したみたいな感じだったからね。さあ、はい、そんなわけで、じゃあ改めて、お矢口真里監督殿、那須フィルムコミッション賞おめでとうございます。ありがとうございます。いただきました。そして、はい、こちらの、いや嬉しいなこれ、乳製品セットおめでとうございます。出た、これを持ってきてくれた、はい、重っ、もうすごい重い。私さ、はいはい、こちら、私牛乳飲めないんだよ。ミルクパン、パンからソーセージ、あこれ美味しそうじゃないですか。牛乳とかもいっぱいありますから。賞味期限大丈夫、はい、あ大丈夫。これちょっとどうぞ。私牛乳飲めないんで。あ美味しいよ本当に。正直ね、乳製品あんまりダメなんですよ。ミルクジャムもどうぞ。あこれよかった。何ミルクジャムって美味しそうね。美味しそうじゃないマジで。私じゃあイチゴジャムもらおう。まあいいや、まあありがとうございます。ただヤグちゃんあれじゃないの、ん乳製品セットと表彰状もらったけど、肝心のあれがまだじゃねえかって思ってるでしょ。なになに、あれって何？ちゃんと持ってきました。はい、クワガタ。あびっくりした。いやいやいや、何、ね、私約束した、えクワガタ欲しい。これ菅野ひとりさんから、えくれたの。ちょうどしかも衣装とぴったり、かわいい。わかんないじゃん、どうかしちゃって。え何これくれたの。くれた。あら、はい、私に、はい、ありがとうございます。ということです。菅野さん、うん、交通費は、え交通費、あ1万円、うん、あれスタッフで責任を持って、うん、バギーに乗りました。みんなバギー乗りたいって言うから。マジってんの。意外とするんですよバギー。何そんな1万円使った感じ。えいやなんか、まあでも交通費だからね。そうだ、行ってないんだからさ。だけどまあそうだけど、車で行ったんでしょ。でもだけどみんなで、これ嬉しいね。でも嬉しいでしょ。これちょっと飾っときましょうね番組に。そうだね。でどんどん賞状貯めていきましょうよ。うんね。いやー、まあ、とりあえずでもこれでナスイコール、うん、あ、ナサイコールナス、うん、嬉しい。これはここで、はい、そうですね、はい、ナサワードへの道終了でございます。皆さん本当にどうもありがとうございました。